こんにちは、ハワイトーコナです。今日はですね、ルーバのちょっと新年会があるんで、会場に行くところで今迷子になってます。コーヒーの花です。実もなってますね、あそこ赤くなってる。なんかここにも家が建てられそうな感じ。ちょっとね、すっごい豪邸を、ルーバのバケーションレンタル、ラグジュアリーバケーションレンタルの物件なんですけど、そこを貸し切ってね、あ、なんかうるさいからあっちかな、今めちゃくちゃ迷子になってるんですよね。ちなみに若干鼻声なのは、ちょっと夫さんが風邪ひいてんの、うつされた系な。はい、ちょっとあっちの方まで行ってみます。すごい見つけました。ゲートのコミュニティにさらにゲートがありました。一体どんだけ。ここね、敷地が、6000坪でね、5ベッド、5アンドハーフバスなのか、なんか9ベッド、11バスっていう話もあって、あれだ、見つけました、やっと。ちょっと行ってきます。ちょっとね、天気が今一つなんですけど、なんかすげー車がいっぱいある。ちょっと見ていこうと思います。うわー素敵。ちなみにね、ここ1泊50万らしいです。1泊50万円で、1週間350万円で、1ヶ月借りると家賃1500万だそうです。どんだけって感じですね。ちょっとなんか変な方来ちゃった。なんだろう、なんかとんでもないところに来ちゃいました。はい、失礼。というわけで戻ります。ちょっと天気が今一つなんですけど、でもそれでも美しい。すごいすごい。うわー、なんかお城みたいですよ。最後の販売は確か7億円ぐらいだったと思います。すごいすごい、やば。すごいすごい。ちょっと端から見てきます。ちなみにもう一回今の玄関のところです。お城ですね。なんか美しい。これは何ぞや。なんか映画館スペースみたいな感じですね。すごい。今の入ってきたところの奥にね、こんなキッチン、すごいすごいすごい。
これ引き出しあります？あれ違うよ、マジですか？もう一回やる？あ、違うんだ、こんなにゴージャスなのに。すごい、なんかレストランの厨房みたいな感じですよ。この天井とかこの光の入れ方とかやばい感じです。ちなみにうちの会社の人たちです。とりあえずちょっと探検していきます。これハーフバスト見ましたよ。ビンゴです。ハーフバスがありました。なんかめっちゃ綺麗。なんかこの蛇口がツルンツルンで綺麗ですね。うわ、なんかトイレが普通、どんな豪邸でもトイレ普通なのにゴージャスです。今のキッチンリビングのところですね。でとりあえずこんな感じですね。なんかすごいアメリカンっていうか、あの家族誰連れてきてもいいよみたいな。すごいすごいすごい。とりあえずちょっと、なんかいい匂いがするよ。すげープールです。まあ言わなくても分かりますね。なんかこのタイルが高そうです。長いですねこのプール。結構これビューもすんごいな。すごいですね。多分25メートルぐらいあるんじゃないかな。でっかいプールにホットタブ、すげー、めちゃんこすごい。あ、ほらね、やっぱりこういうラグジュアリーなところはこのワイヤーの、この間ね、あのキャプテンクックのあの海辺の邸宅もそうでしたけど、ワイヤーになってて、あの景観を損なわないようにしてるんですよね。うわ、すっごい下の方まであんなになってるんだ。ちょっと探検していこうかな。ハイビスカスちゃんも超綺麗。あ、やっぱ美しいですね。すごいな、本当にライブミュージック付きです。家がずっとあっちの方まで続いてんですね。とりあえず物件紹介的に見ていきましょう。というわけで寝てる子供もいるし、とりあえずちょっと他見ていこう。あっちの方ちょっと見に行ってきます。ちょっと日本語見つけたんですけど、なんということでしょう。今ね、これお部屋見れないのかなと思ったら開かないの、見れないんですよ。残念。とりあえずちょっとお庭の方行ってみます。多分察するところ、このベッドルームとかなんかは散らかされるからみんな飲んでるし入れないようになってるんだな。チェ、がっかりだぜ。とりあえず外観だけでもずっと見ていこうと思います。めちゃんこ綺麗。本当に開かないのかな。ちょっともう一回トライしちゃおうかな。ドアが開いたわと思ったら温水器でした。しょうもない。
ここは多分開かないんだろうな。はい、残念、開きません。子供たち大喜びですねこれね。とりあえずずっとこっちの方まで見に行ってみます。面白い作りですね。そこがちょっと行ってみます。今のフェンスの外に出てみました。果樹園ですね。すごいな、いろんなものがなってます。まあ6000坪ですからね。あ、なるほど、もうあんな感じでもうなんか独立してるんですね。ドアに名前がついてます。マウイさん、ラナイさん。あー、なるほどなるほど。いつ地区なんだろう。7億円ですよ。あ、ハワイ島、ハワイ諸島の名前がついてるんですね。モロカイさん、オアフさん。あれですね、あの夫さんがラナイに2年間住んでた、あのアイランドアインと同じパターンですね。カウアイさん、なるほどなるほど。ちょっとこれで庭側、あっち側行ってみようかな。これ本当に大きなお世話だと思うんですけど、敷地のお手入れメンテナンスだけで毎月何十万か、多分100万ぐらいかかるんじゃないでしょうか。すごい。あ、また日本語発見。バードオブパラダイス、すごいですね、日本語がある。なぜここがね、今のあのラナイさんとかモロカイさんとかの、外側です。なんか小さな家がいくつもこうつながってる感じですね。これ1ヶ月借りたら1500万ですか。なんかそんなにお金があったら別の使い方したいような気もするんですけど、それも大きなお世話ですね。うわすごい、どこまで続いてんだろう。5エーカーってことは本当すごいですね。結構ドヨーンとしてるんですけど、コナのタウンの方は晴れてますね。っていうか私めっちゃ鼻声ですいません。うわー、これもなんかタイルが高そうです。すごいな、なんかこう外にあるファンまでピカピカです。とりあえずね、なんか全部のお部屋を見れるのかと思ってたので、そこはちょっとがっかりなんですけど、でもとりあえずまたリビングの方に戻ってみようと思います。盛り上がってますね。あの家族とかなんか友達とか、友達はないかもしれないけど、ワンコまでいる、誰連れてきてもいいよっていうのがすごいなんかアメリカンな感じですよね。日本だとちょっとそういうのないかなっていう。とりあえずプールサイドからもう一回リビング、キッチンの方行ってみようかな。あっちの方の部屋見れるのかな、ちょっと見に行ってみます。こんな感じで、あ、食べ物発見。え、これだけ？食べ物じゃないですね、おつまみですね。ちょっと逆光ですいません。かっこいいな。こちらがリビングでございます。あっちの方は行けるんでしょうか。ちょっと見に行ってみます。お、電気がついてないけど
ちょっと入れましたよ。どうなってるんだろう。ちょっとなんか入っちゃいけないところ探検してる気持ちになってきました。床はですね、カーペットです。うわ、すっごい、やっぱ、あ、ウォシュレットだ。で、シャワーが3畳ぐらいある。すっごい、ここがバスルームですね。すごい。なるほど、ここになぜか散らかったベッドルームがあって、どうなってるんだこれ。なんかめっちゃ入っちゃいけないところ入ってきた気が。ここもめっちゃ散らかってますね。はい、ちょっと探検しちゃいました。あ、さっきのライブミュージックのお兄さんがそこにいるんですね。ちょっと戻ります。はい、というわけで今日は、1泊50万円、お部屋は全部ご案内できませんでしたが、1週間で350万だっけ、家賃が1500万円。こちらの、ルーバのバケーションラグジュアリーバケーションレンタルを貸し切って、新年会のパーティーをやってございます。こちらを少しだけですがご案内しました。というわけで皆様最後までご視聴ありがとうございました。ぜひまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もぜひお願いいたします。それではまた皆様良い一日をお過ごしください。というわけで皆様またハワイ島からお会いしましょう。本当豪邸ってあるもんなんですね。多分今まで見た中で一番高いものだと思います。すごいです。皆様良い一日を。ではではまた。